はい、おはようございます。2日目の朝になりました。今ですね、ホテルの駐車場なんですが、今からですね、指宿の方に向かってですね、移動してみたいと思います。今ですね、今日祭日だったんですね。8時前です。11月3日の8時前でございます。さあ、今日どんな旅になるんでしょうか。昨日雨やったけど今日はすっげえいい天気になっております。いい映像が撮れると嬉しいなと思っております。それでは行ってまいります。はい、着きましたね。こんな感じです。はい、砂風呂に行ってまいりました。近くにあればですね1週間ぐらいに1回ぐらい来ようかなと思いますが、鹿児島まで来るんであれば、一緒に1回2回ぐらいでいいんじゃないかなと思ったりもします。話のネタにですねはいいんじゃないかなと思います。ただ撮影ができないからねと思いながらですね、ちょっと残念なところもあるかなと思ってます。それでは次のポイントに行きたいと思います。I can treat you right in your complete
はい、下まで降りるのがちょっと面倒くさくなったんで、今日ホテルに引きこもろうと思ってます。部屋に引きこもろうと思って、買ってきました。いろいろと普通にファミマがあったんで、ファミマでカップヌードルとかですね、そんなものと、あとさつま揚げのお店があったんで、こんなもんさつま揚げを買ってきてですね、今から一人で部屋の中で宴会したいと思います。まずはカチワリ52の52の共通券で買ったウイスキーを入れて、先ほどファミマで買ってきた。じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。食べてみます。